これが第2次日韓協約。党幹を任命します。で、韓国の外交は全て党幹が握りますと。外交権を言ったんですね。軍事外交を握られている国のことを保護国というわけですね。はい、この時に、この高宗様がですね、初めて自分の意思で動いたんですよ。はい。で、これが不満であると。うん、不満であると。ね。この日本の横暴をですね、なんとか止めたいということで、国連がなかったんですよ。なかったので、オランダで開かれていた国際会議に韓国代表を送ってしまいということで、これがですね、ハーグ密使事件と言います。ハーグ密使事件。って言って 3名の密使をですね、はるばるオランダのハーグまで送りました。この会議は国際法を定める大事な会議だったんですよ。バンコク平和会議。うん。で、ずっとね、満州からシベリア鉄道で行くんですよ。そう。で、無事に着きました。で、各国代表に、日本の応募を訴えたんですね。ことごとく無視されました。それは、あなたの国が日韓協約結んでるんだからしょうがないだろうって。どんなに不満であってもサインしたんだろう。それから、保護国が悪いっていうか、みんなやってるんで。みんなやってるんで。アメリカはキューバでやってるし、フランスはインドシナ、ベトナムでやってるし、イギリスだってね、エジプトでやってるし、何が悪いんですかって話です。そう。全くミスされました。はい。で、密使のうちの一人は怒りのあまりですね、オランダでですね、自害してます。で、これが当然伊藤の耳に入りました。ね。で、この密使を送ったことっていうのは、これ自体はですね、日韓協約違反ですよ。そうでしょ。条約結んでから破るんだから。で、伊藤統監がですね、高祖に会いに行くんですよ。ね。で、伊藤がですね、こう言ったんですね。皇帝陛下に申し上げると。韓国は日韓協約結んだじゃないかと。なぜ破るんだと。もし不満であれば、この協約を破棄して、正々堂々と日本と戦えばよろしいと。そしたらまた高僧がですね、元に戻っちゃってですね、元のへたりに、すいませんって言ってね、私が責任を負って辞めちゃったんです、これで。そう。これで高僧退位。で、まだ幼かった純僧って、しかもちょっと知的障害になったお子さんがいいんですよ、お子さんが。この純僧に後を継がせて、もう、これで終わったね、この王朝は。そうすると、もうなんか、高宗自ら内政権も手放したと思うんですから、で、それ、しょうがないから伊藤がですね、じゃあ、こっちがもう俺がやるわって言い出しちゃって、軍隊。一応、改革派政権の時に、近代的軍隊らしきものは作ったんだ、らしきものは。でも全然数も足んなくて、武器も貧弱だったんだけども、もうそれもね、もう役に立たないからいいわと。ね、日本がやるからって。はい。伊藤統監が内政も握って、韓国の軍隊を解散するんですよ。ところが、軍隊っていうのはですね、貧しい朝鮮人が飯を食う唯一の方法だったんで、解散されたら飯食えないじゃないですか。で、解散嫌だとか言ってですね、またこの兵士が抵抗するんですよ。ね。で、武器持ったままですね、武器持ったまま山にこもって抵抗するというですね、もうなんか、ゲリラになっちゃった、ゲリラ。これをですね、義兵って言うんですよ。うん。で、義兵がこっちで放棄しますが、まあ、ことごとく日本軍に潰されますと。そうなると、もう最後の手段として、もうテロしかないと、テロ。ね、テロしかないでしょ。ということで、この義兵のメンバーがですね、テロ活動に走ったと。はい。で、それがうまくいったのが、このアン・ジュー・ゴンですね。で、場所がですね、ハルピンっていうところですね。朝鮮じゃなくて満州ね。はい、もう日露戦争終わってます。はい。で、この満州を日本とロシアがこううまく線引きしてですね、うまくやっていこうっていう、その日露協約っていう話を、が進んでたんです、この時。それで、日本側代表として伊藤さんがですね、この時はもう彼は統監を、引退してます。うん。だから、前統監の伊藤さんが、ここからですね、鉄道でずっと、北上しますと。はい。で、ロシアからはですね、ロシアの財務大臣がここからずっと動くんですよ、わざわざ。シベリアを取ってね。はい。で、このハルビンで落ち合って、で、日露首脳会談しますよっていう話だったんですよ。はい。現場の様子です。
鉄道が着きました。はい。特別列車着きましたと。ね。で、列車から伊藤さん降りましたと。はい。そしたら、ホームにロシア兵がずっと並んでこうやって、敬礼してるんですよ。うん。で、この前伊藤さんがずっと歩いていったんですね。で、これがその写真です。この帽子かぶってるのが伊藤さんです。はい。で、ロシア側の大臣と目があって、あ、どうもと帽子を取った時に、パンパンと音がして、で、その場で彼が崩れ落ちたと。で、このロシア兵の後ろ側からですね、中腰になっていた男がピストルを撃ったと。で、現行犯逮捕されました。これがアンジュン君、アンジュン君ですね。はい。で、彼は義兵のメンバーで、で、韓国を日本が滅ぼそうとしていると。その眼鏡が伊藤であるから、これを撃ったというふうに自供しました。最近伊藤博文の手記がいろいろ出てきましてね。伊藤がですね、この韓国についてどう思っていたのかっていう書簡が出てきたんですよ、最近。うん。それによるとですね、伊藤はですね、韓国の併合は間違いであると。で、日本政府内にそういう意見があるとこれは間違いであって、で、韓国と日本は別の国なんだから、まあ、しばらく預かって、ちょっと面倒見るけども、まあ、時が来たら、また韓国をですね、独立させるべきだというのが伊藤の考えだったんですよ。じゃあ、アンジュン君はそれ知らない。伊藤が全部悪いと思ってるんで、で、撃っちゃったと言われたんですね。はい。で、なお、この事件についてはですね、いろいろ謎めいたことがありましてですね、司法解剖をしてるんですよ。ね。司法解剖の結果ですね、その、銃弾がどういうふうに通ってるかってことが分かってるんですけども、伊藤を殺害した銃弾はですね、肩から入って腰に抜けてるんですね。そうすると、アンジュコンはですね、中腰で撃ったんで、中腰で。だから、まっすぐお腹に入るはずでしょ？なんて肩からなんですかって、これわかんないんですよ。うん。だから、実は、アンジュコンの他に別に犯人がいて、で、位置関係からすると、駅の2階から撃ったという。うん。で、そいつは逃げちゃったという説もあってですね、実はここはまだわかってないんです。わかってないです。うん。そうすると、アンジュコンは、まあ、要するになんていうか、その、でっち上げられた犯人でっていう、だからケネディ暗殺のですね、オズワルドみたいな話で、うん、これよくわかんないです、また。まあ、とにかくですね、皮肉なことにアンジュコンはですね、穏健派を殺しちゃったということなんですね。で、アンジュコンは結局、リュジュの刑務所で、公試験になりますけども、その獄中で書いた手記が残っていまして、これですね、アンジュコンの東洋平和論。これ面白いですよ。東海の東の海の小さな島国日本が強大国ロシアを満州で叩き伏せた日露戦争。誰にも想像できなかったことだ。韓国、新国の国民は日本に反対せず、むしろ日本軍を歓迎し、荷を運び、情報を伝えて手伝った。日本頑張れ。日露開戦時、日本の天皇は、明治天皇は東洋平和を維持し、大韓の独立を固めるためだと言った。愉快痛快、数百年来悪事を繰り返してきた白人を日本が一気に打ち破った。誠に驚くべき、記念すべきことである。褒めてんですよ、日本のことを、この人。ところが、悲しい。意外にも日本が勝利した後、韓国を力で押さえつけ、これが日韓協力。強制で条約を結び、満州の長春を、これは多分彼の間違いで、これは旅順の間違いですね、旅順。はい。借りるという名目で占領してから、世界の人々は疑心、疑いを抱くようになった。日本が今の政策を変えず、隣国をますます押さえつければ、これ面白いですよ。他の人種には滅ぼされようとも、同じ人種からの恥ずかしみを受けない。との考えが、韓国と新国の人々の心に生まれ、皆が団結して白人の手先となることは、火を見るより明らかだ。だからこの人は、なんか、頭のおかしいただのテロリストじゃないんですよ。ものすごい知識人でですね、しかもですね、彼の思想ってのはこれなんて言うんですか、これ。日本とコリアとチャイナが連帯して、これまさにですね、大アジア主義なんですよ、これ。
そう。だから、福沢も安住湖もですね、実は思想は同じだったって言うんですよ。おいしいですよ、これ。なんで韓国を併合しなければいけないんでしょうか。私には分からないです。だってさ、ずーっとその日本が韓国、朝鮮半島に気をかけていたのは、ロシアの南下を止めるためでしょ。で、ロシアに勝ったんですよ、日本は。でもいいじゃないですか、朝鮮はほっといても。ねえ。だから多分伊藤もそういう考えだったんですよ。もういいだろうって。うん。ところが、日本政府、軍の中に、いやもうね、取れるものは取っちゃおうっていう、よくわかんない意見が出てるんですよ。で、しかもですね、伊藤がそれを抑えていたのに、伊藤安さんが殺しちゃったからですね。で、こういうテロを止めるためにも、日本が投資を嫌ってなっちゃったんですよ。だから、皮肉なことに安住湖がですね、韓国の滅亡を早めたんですよ。で、翌年のですね、韓国併合条約ですよ。はい。資料の最後ですね。韓国併合条約。韓国皇帝陛下、これまだお子様のですね、ジェンソーという方です。はい。ということは、これ、実際に結んだのが、要するに改革派政権ですよ。改革派政権ですよ、これね。はい。韓国全部に関する一切の統治権。統治権を完全かつ永久に、日本国皇帝陛下に、これ明治天皇、譲与す。お譲りします。日本国皇帝陛下は譲与を受諾し、かつ全然この場合は完全に、韓国を日本帝国に併合することを承諾す。これで600年続いた、朝鮮王朝は終わりました。はい、この後は大日本帝国の朝鮮地方になります。そして政治はですね、東韓に代わって置かれたこちら、はい、朝鮮総督が内政権も握りますと。はい。でもう独立国家じゃないから、もう外交はないからね。で、歴代朝鮮総督はいずれもですね、日本のですね、陸軍大将が派遣されますと。で、朝鮮総督を何年かやった後で東京に戻って、で、内閣総理大臣になるっていう、そういう慣例になるんですよ。だから、まあその朝鮮でちょっとその総理大臣の真似事やってみて、ね、うまくいったら本国でっていう話なんですね。はい。初代総督がこの方ね、田良内正武っていうね。はい。だからこれはよく正誤問題なんで、朝鮮総督伊藤博文は安住湖に暗殺され、ブーズね。あの人は東韓ね。はい。これが10年でしょ？ね。で、もう4年後がサラエボ事件で第1次世界大戦ですよね。はい。で、世界大戦第1の末期に、アメリカが参戦して、で、アメリカ大統領ウィルソンが、14カ条の原則に対して、アジア、アフリカの国に民族自決権のことを言い出した。うん。だから、パリ講和会議で、植民地の独立問題が話し合われるかもしれないという淡い期待が生まれました。淡い期待が。はい。淡い期待が。そこでですね、再び、今度はパリに密使を送ろうと、パリ密使事件を起こそうと考えたのが、この人、元皇帝高宗です。パリに密使をって。で、そのパリ講和会議は1919年の3月に密使を送る準備していた高宗様、まだお若かったんですよ。はい。この方がですね、ある日ベッドの中で冷たくなってたんですよ。前の日までお元気で、全く病気の兆候なくてですね、そのままあの世に行かれたんですよ。はい。で、この酵素の最後についてはこれも謎なんです。分かんないですね。謎なんですね。だけど噂が流れたんですよ。どうせ日本が毒持ったんだろうって、どうせ日本人だろうって、前科があるから B に思われちゃったんですよ。それでおかわいそうな酵素様が立ち上がっちゃって、で、その高祖様のお葬式に集まろうって話になって、その高祖のお葬式の日が、1919年の3月の1日。うん。これが、31独立運動なんですよ。それで、葬儀に集まった人々
の中で一部の知識人がですね、あのソウルのパクダ公園というところで、大韓独立万歳と叫び出してですね、それに群衆が答えてもう大騒ぎになってですね、で、総督、朝鮮総督はすぐに軍隊をあの派遣してこれを制圧しました。はい。これを、三一運動といって、今韓国はこの事件を、大韓民国の始まりと言って教えてます。っていうのは、この知らせを聞いた海外にいた韓国人たちが上海に集まって、大韓民国臨時政府って作ったんですよ。大韓民国臨時政府って。で、そのトップに座ったのが、在アメリカ韓国人のイ・スンマンですよ。そう。だから、そのイ・スンマンが、韓国の初代大統領になったから、韓国の歴史館では、この、韓国は1948年じゃなくて、この1919年に始まってるんだ。こうなんだよ。日本の朝鮮統治は36年間。で、第一期がですね、その独立運動を抑え込むために、まあ、強権発動をやった、まあ、軍政を敷いた時代で、武断政治と言ってます。朝鮮総督が、憲兵隊ですね、軍警察を使って徹底的なですね、言論集会結社の自由を制限する。で、日本式のですね、近代的な法律を朝鮮に持ち込んだんですよ。民法の改正、刑法の改正、土地制度の近代化。朝鮮ではですね、土地の所有権ってものが不明確でした。うん。どこの土地を誰が持ってんだか、ね、なんかよくわからない。で、それをですね、明確に持ち主を決めて、こう、文書化するんですよ。土地調査事業と言います。それで、持ち主がはっきりしない土地、共有地とか、うん。これは総督府が没収します。募集しますが、ちゃんと測量した後で、それをですね、切り売りしていってですね、で、民間の朝鮮人に、払い下げるってことをやってます。だから、全部日本を取っちゃったって嘘ですよ。なので、元のヤンバンみたいな、ちょっとお金にゆとりのある人たち、朝鮮人が、総督から土地を買い取って、土地を広げるってことをやってます。はい。これが、土地調査事業。だから、要するにその時に、買い戻すお金がなくて、土地をもらえなかった人たちが不満に思ってるってことですから。で、この武断政治ってやつが終わるのがさっき話した三一運動です。はい。ちょっとやりすぎたっていうことで、じゃあ緩めようということですね。はい。第2幕、第2段階、文化政治。はい。これはですね、融和政策です。で、一定の範囲内で言論出版の自由を認めます。例えば、朝鮮語のハングル文字の新聞の発行を認める。はい。朝鮮日報とか東亜日報って今でも韓国の、ね、有名な新聞ですよ。これはこの時に認められました。それからですね、教育ですね。はい。朝鮮王朝のですね、聖宗、世界の聖に宗教の宗って聖宗、セジョンが、ハングル、訓民聖王を制定しましたと。ところが、ヤンバンたちが、漢字以外は使わないもんで、こんなものが広めるようになって抵抗したために、朝鮮王朝時代に全然ハングル広まってなかったのを広めたのは、実は、日本時代なんですよ。うん。っていうのは、この、これですね、文盲の撲滅。はい。で、漢字が難しすぎると。だから、ハングルを全国民に教えようっていうですね、運動を、これ朝鮮総督やったんですよ、これ。で、全国に小学校を作りました。で、ここでですね、何を教えたかっていうと、これちゃんと教科書残ってますか、教科書が。これが小学校の教科書です。で、上の段にカタカナで、この子は隣のおじいさんに挨拶をしてますって書いてあって、絵があってですね、ピコッと。はい。で、同じ文章を、ハングルでこう書いてあって、だから、カタカナと、ハングルと両方学べる。で、成績のいい子供は上の学校に行けますよと。で、高等学校を作って、大学も作ったんです、大学も。はい。
これがですね、慶城ってソウルね、ソウルの帝国大学。これ現在のソウル大です。日本では、6番目の帝国大学です。うん。だから大阪大や名古屋大よりも早くできた、これが。そう。で、初めは、その、日本人ばっかりだったんだけども、朝鮮の頭のいいことは、どん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 入れました。入れました。同じクラス、同じ教室で、朝鮮人の学生と日本人の学生が一緒に学んだんだよ。で、結構ね、日本でですね、東大落ちて、しょうがないから総大行くって人結構いたんですよ。うん。だから、総大はですね、日本人の学生はどっちかというと落ちこぼれが多くてですね。で、朝鮮の学生は本当のエリートなんで、だから、クラスの中で朝鮮の学生の方が出来が良くてですね、で、この、出来の悪い日本人の学生が朝鮮の学生からなんかノート借りた人を教わってるんです。そういうのでやりました。で、学部はですね、まあ、文化系の法文学部ってやつと、医学部と理工学部がありましてですね、学生さんの人数ですけども、この文化系のですね、法文学部の学生さんのですね、40% が朝鮮人です。6割が日本人です。で、医学部の方は、3割が朝鮮人で、7割が日本人。そういうことです。これが文化政策。はい。そして、この法文学部を入れた成績のいい学生はですね、ここに入るんですよ。朝鮮総督府の高級官僚になったんですよ。それからですね、地方長官、まあ、日本でいう県知事のことを道知事って言いますけども、この地方長官の4割が朝鮮人です。それから警察官の6割が朝鮮人です。それから文州郵長、これ村長さん。村長さんはほとんどが朝鮮人です。それから31年からですけども、道議会を置きました。まあ、県議会ですね。で、ちゃんと選挙もやって、道議会議員の8割が朝鮮人です。ただし、そのソウルに朝鮮全体の国会は開かなかった。ただし、朝鮮の人が日本に移住した場合は参政権を持ってました。で、実際にですね、日本の衆議院議員選挙に立候補して当選した朝鮮人もいますよ。議員さんもいたんですよ、朝鮮人の。はい。インフラ整備。韓国の現在のですね、まあ、韓国、朝鮮の主要な鉄道は全部日本が作りました。京福線。京線はソウルとプサンの間。京畿線はですね、ソウルから、中朝国境まで行けず。ソウル駅、ソウルの駅も、東京駅そっくりの建物を作りました。はい。インフラ整備ですね。それからですね、電力ですね。電気を、飛行っていうことで、中朝国境の応力をせき止めてダム作ってね、これ水砲ダムっていうの、これすごいですよ、このデカさ。で、これはですね、当時、東アジア最大級のダムです。これも日本が作りました。で、なんとこれ今も使ってます。これ今もですね、北朝鮮のですね、大事な電力源です、これ。今も使ってます。水砲ダム。あとは、衛星ですね、保健衛星。で、上下水道を作った。なかったんです、上下水道が。これがですね、併合前のソウルです。で、舗装もしてないし、かやぶき屋根で、で、トイレがないんですよ。この道の両脇に溝があってね、で、そこに全部流すので、まあ、すさまじい匂いだったって、これイザベル・バードっていうですね、ユースインが書いてますよ、ソウル見て。すさまじい匂いって。で、それをちゃんと下水を作って舗装してですね、で、こうしたんですよ、日本が。で、これ路面電車、電車も走ってますね。はい。ここまでやっちゃったんだよ、日本が。ちょっとやりすぎないですか、これ。ねえ。はい。衛生状態の改善ですね。これによって幼児死亡率が下がります。結果、人口が激増しますね。はい。併合時、1300万だった人口がですね、日本都市末期には2500万超えました。約2倍に増えたわけです。日本の朝鮮統治っていうのは完全な持ち出しです。
日本の国家予算を朝鮮に投資してるんです。赤字です。だからこんなことする金があるんだったら日本の国内の東北地方とか沖縄とかにどんどん投資しておけばよかったんですよ。こんな金があるんだったら。はい。そしてまた流れ変わったのが3番目、公民化政策と言います。これはですね、チャイナとのですね、全面戦争始まったため、まあ、戦時体制に動員すると朝鮮を。ということで、また締め付けがキュッと強まったということです。はい。例えば、天皇の崇拝を強制しますと。で、これは毎朝ですね、皇居要拝って言って、皇居の方向に向かってですね、全朝鮮人民をですね、こうやって頭刺すってやりました。それから、神社崇拝って言って、日本の神社を朝鮮に建てて拝めって、何やってんのこれ。なんか朝鮮神宮とか作ったんですよ。宗教ってのは強制できないんですよ。朝鮮の人たちはですね、朱子学でしょ。朱子学っていうのはものすごい合理主義だから、こういうですね、日本のですね、なんか自然崇拝みたいな宗教をですね、侮蔑するんですよ。野蛮だっつって、それを強制すると。帝国臣民の精神、私たちは大日本帝国の臣民でありますっていう言わせるの毎朝。あと学校ではハングル教育をやめようっていうのはこっからです。こっからです。まあそれまで散々教えてたんで、まあハングルってのはひらがなだからね、要するに、まあ家庭でも知られるし。創始解明を行った。で、これもすごく誤解が多いのでちゃんと説明しますけども、まず朝鮮には戸籍ってものがなくてですね、であったのは一族の系図だけです。はい。例えば金さんね、名字が金で、でこの金という名字の、ファミリーが何百人もいて、で、また金さんがあそこの国にいっぱいいるから、その出身地をつけてどこどこ金氏っていうことで、こう巨大な系図があるんですよ。うん。でこのファミリー、大ファミリーのことを相続って言います。でここには男性の名前しか載ってないんですよ。金なんとか、金なんとか、金なんとかって。これが何百人です。で、奥さんは他の相続から帰ってくるんで、名字変わらないと、はい。で、このファミリーには入れてもらえないんですよ。だから、系図ではただ単に女って書いてある。女、女って書いてあって、だから女性の権利がゼロだったんです。相続もなかったんです。で、日本はこれをですね、日本式の戸籍に変えろとしたんですね。変えろとした。はい、でまず夫婦と子供で、家族ってものを作れと、ね、でその家族の名前をつけろということです。でこれを創始って言うんですね。で名前については日本人式の名前にしても、多分田中さんにしてもいいし、元々の金さんでもいいんですよ。とにかく、ファミリー単位の名前をつけろと、これを創始と言います。あと日本式に、奥さんは旦那さんの名字と同じにすると。だから金のところに嫁に来たら金に変えると。でちゃんと戸籍に載せると奥さんなのよね。次に改名っていうのは下の名前ですね、個人名です。で個人名については今まで通りの名前でもいいし、で日本式に変えてもいいし、これは全く自由ということです。つまりこれは、戸籍の近代化、戸籍の日本化なんですね。だからこう書きました、相続男系の血縁手段に代わって日本式の戸籍家制度を導入すると。はい。で、創始加盟の届け出は義務だけれども、改名は任意自由だと。うん。で元の朝鮮名でも構わないということなんで、これを今韓国では日本が名字を奪ったんだと教えています。いよいよ戦争が激化します。はい。志願兵制の導入です。兵隊が足んないですよね。で最初はまあ希望者だけ採用するということで募集をかけたらものすごいたくさん来ます。若者たちが日本兵になりたいっつって。それはやっぱりね、貧しかったんで、兵隊に入れば飯食います、腹いっぱい。
それから日本軍強かったから、やっぱり日本兵になるというのはかっこよかったんだね。当時の新聞に載った記事です。朝鮮の小学校の先生がどうしても日本軍に入りたいって言って、あの結書、自分の指切って血で書いた手紙を送ってきたって新聞に載ったんですよ。慶尚北道の、西部公立小学校の訓導、先生ですねの牧正規君22歳より熱烈なる軍艦志願の手紙が届けられたと。で係員が感動したと。なんて書いてあったかというと、日本人として恥じない精神と気迫を持って決死のご奉公の固い決意でございますと。しっかり言えます。忠誠誓います。一人前の軍事として戦いますと。ぜひ採用と、こういう手紙です。これが後の韓国大統領パク・チョンヒです。パク・クネのお父さん。こういう若者がいっぱいいたの。何万人も。徴兵制を敷いたのは44年です。で、徴兵ってのは素人なんで、訓練に時間があります。で、半年以上かかります。ですから、まだ訓練終わってなかったんで、徴兵されて戦場に行った朝鮮人は一人もいません。みんな志願兵です。で、中には頑張って出世して、陸軍中将までなった人います。朝鮮人で。だから、朝鮮人の司令官がいて、日本の兵隊を率いて戦ったんですよ。これ、例えば、フィリピン人司令官が米兵率いたことありますか？インド人司令官がイギリス率いたことありますか？ないですよ。つまり、完全に朝鮮というのは日本と一体したんです、この時。神風特攻隊に志願した朝鮮の若者たちで言うんですよ。国民徴用令の適用。これは工場で働く人が足んないからみんな兵隊行っちゃったから、君らみたいなね、学生さん、あとは家庭の主婦に工場で働いてもらうということです。で、これまず日本人がみんなやってました、当時。で、それを朝鮮にも広げたのが44年からで、だからこれももうほとんど1年ですよね。だけです。で、中には、それはね、過酷な、例えば鉱山なんかで働いた人もいます。うん。でも、奴隷じゃありませんから、ちゃんと給料出てます。これ、韓国では強制連行されたというふうに言ってます。慰安婦。まず、当時、売春制度は合法でした。これ、世界中そうです。で、政府の許可を得た業者が、売春やってたんですね。これ交渉制度って言います。で、軍隊っていうのは若い男しかいないじゃないですか。ね、若い男ってのはさ、性欲の固めなんだよ。で、武器持ってるじゃないですか。だからよく戦場で現地の女性を襲ってたとかあったんですね。そうすると現地の女性がかわいそうだし、あとはその怖いのは性病が蔓延するんですよ。だからそのプロの女性たちを連れて行って、で軍のキャンプのところにね、それでお金をちゃんと払って売春させるという仕組みがあって、これが慰安婦と。だから性病の防止と軍の規律を保つためですね。でほとんどの慰安婦は日本女性であって、で朝鮮女性もいたと。でその多くは貧困ですね、やっぱり。で親に売られてしまったかわいそうな女性がいっぱいいますね、あるいはその業者が騙してね、なんか工場で働くって言って騙して行ったら売春宿だったってことはあったようです、うん、でもそれは悪いのは親であって業者ですよね。で日本軍はそういう悪徳業者の取り締まりやってます、やってるんだけども、やっぱり全部取り締まりなかったということです。これを韓国では日本軍による強制連行の制度令というふうに教えてます。日本兵が朝鮮の女性を銃で脅して連行したっていう事例は一件だけあったんですよね。でそれは最終島っていう島で日本兵がトラックで乗りつけて村の女性を銃で脅して拉致したっていう、それを自分がやってたっていう証言があって、でこれでその強制連行だっていう話が広まったんですが、
その証言者が吉田誠二って人で、この人は後になってこう言ってる、あれは俺の作り話、本売るためだったって。で現地の、最終途でびっくりして、本当にあったのかって現地の新聞記者が調べたんですよ。その最終途を老人に聞いてもらって、そんなことは一件もなかった。45年日本が負けます。で米軍とソ連軍が入ってきて、朝鮮は分断されますと。でアメリカに亡命していたイースンマン、例の上海の大韓民国臨時政府のイースンマンが戻ってきて、大韓民国の大統領となり、そして徹底的な反日教育を開始します。ただね、日本統治時代を知っている人たちは、いやそんなに日本って悪くなかったよって思っていたんですよ。だからその人たちが主流派だった、大体、1970年代ぐらいまでは韓国はね、それほどひどい反日じゃなかったんですよ。ところが、世代交代してね、戦後のその大韓民国の反日教育を受けた世代が主流派になっていったのが大体80年代で、で慰安婦問題が大騒ぎになったのもこの頃ですね。そうだからね、日韓関係がね急に悪くなったのはね、この戦後の韓国のね教育のせいなんですよ。これが一番大きいんですよ。でそれは結構新しいことで、1980年代以降のことなんですね。はい、またね、戦後の韓国史については別の機会にお話をしましょう。ありがとうございました。